おかえりバンド犬。今日は先日修理して直った走るようになったダックス、僕大型の免許持ってて大型のバイク持ってるんで、実は使い道がない、ちょっとコンビニ行こうかなぐらいしか使えないんで、もしうんちゃんが乗れれば使っていただいて結構なので、絶対安全運転でお願いしますよ。任しとけ、ね。ちなみにバイクに乗ったことはないです。自転車は乗れる。自転車は乗れるけど、5年前から乗ってない。事故したから乗ってない。事故して乗ってない。やっぱじゃあやめよう乗る。生まれて初めてのバイクっていうことで、体験っていうだけで普段使いは俺はお勧めしないけど、乗り方をお教えしますので。ブンブン。はい、乗ってみましょう。はい。はい。普通のスクーターとかと比べると、ちょっと面倒くさいですね。普段はこういう状態になってます。ハンドルロックがかかってて、キーがないとハンドルロックが解除できません。ここに鍵穴があるんですね。これをグッて回すとハンドルロックが解除します、これで盗難を防止してください。はい、はい、セルがないです。そのバイクにはセル、この辺にボタンがあってさ、スクーターとかだと普通の原付大体ついてるんだけど、ビーッと押すとブーブーってエンジンかかるんだけど、それがセルなんですけど、セルがありません。なんで？バッテリーを積んでないからです。セルっていうのはバッテリーから火をガソリンにバンってつけるシステムなんで、電気を使ってね、電気を貯めとくところがない。電気はつくよ、電気を貯めとくところがないんで、ここがイグニッションでございます。イグニッションはここにないんですけど、ここで回してないとどんなにキックしてもかかりません、キックの仕方なんですが、キックのイメージってこうやってハーってやってるイメージなんです。そんな必要ないんですよ。勢いが良ければつくっていうもんじゃなくて、ちゃんと降りればいいんだね。降りればいい、マッチするみたいなイメージで、パワーとかスピードじゃないんで。えい、このキーを切るとエンジンは止まります。それ以外の止め方はありません。これはニュートラになってるか、ニュートラになってないで入っちゃってると、キックした瞬間ブーン出してっちゃうから、これの場合は一番下がニュートラなんで、最後までこうやって下まで切ってあればニュートラです。はい、かけてみてください。ついた。足だけで行くと足が辛いから、体重かけてやると簡単かもしれない。もっと一番下がニュートラ、上に上げていくと1足2足3足って上がってきます、はい。これは？それはブレーキです。フットブレーキ。でこれもブレーキです。あとはスタンドを上げて1足にスピードが出てきたら2速3速って上げていく。どうですか？面白い。よし、旅行こう。だいぶ似合ってるよ。本当？どうや。だいぶいいね。いいじゃん。どう？楽しい？うん、楽しい。旦那としてはあんまりバイクとか乗ってほしくはないなっていう。転んだら危険じゃん。僕も乗ってる身なんで人のこと言えないんで、もし乗ることがあったら気をつけて。これでもう乗れるね。乗れる。うん。あとはもう普通に交通ルールを守って安全運転で。じゃあ今日の教習はこれまで。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。